はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回弾こうと思っているのは、こちらですね。劇場版ブルーロックエピソードなぎ、大好評御礼スペシャルチケットガチャということで、まあ、480円で確定枠1つあって、それ以外もね、通常枠 3.5% で10枠。のガチャが引けるということなので、まぁ、ちょっとこれをね、今回は引いてみようかなと思います。まぁ、これに関しては、中身ね、まず確定枠確認なんですが、まぁ、新キャラの指導と、っていうかね、選手が、ちょっと待って、選手が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、選手10人とサポカー10枚、の中から、1枚確定だよという形で、選手の方が、新キャラの指導と、エピナギの、ナギとレオですね。まあ、あと、ザンテツがいて、ヒール、バローと、アニバのリンちゃん、そして、クロスバチが、新しい方のライチ、キラ君と、クロスチギリが選手は10人いますよと。で、サポカの方が、イマジナリーフレンドと、ピナギの簡単に思い描けた人を面白い人生に連れて行ってやる。そして、俺が面白くするは、情報修正入ったやつっていうことで加わってんのかなって感じですが、まぁ、ちょっと外枠かなと思ってる。で、1周年アニバの、国神ちぎりは入ってるんですが、潔バチラの方が入ってないという形で、まぁ、ちょっとね、潔バチラの方を俺が面白くするよりも入れて欲しかったかなというのもあるんですが、まあ、それはそれとして、奪いに来いとムカつき熱くなる、クモーゼ、死んでもかつ下手くそという10枚になってますという感じですね。で、この確定枠のラインナップの、選手の方は、ちょっと、貫突のやつは俺は持ってないので、まあ、どれが出てもとりあえずは無駄にはならないかなと思うんですが、サポカの方だけね、奪いに来いだけは貫突してるので、そこが出ると、ちょっと、やっちゃったってなるかもしんないんだけど、まあそれ以外は概ね当たりなので、まあ 95% で、とりあえず無駄にならない確定枠ありのガチャかなという感じですね。で、残り10枠は通常枠として、さっき言った、メンツが、3.5% 分割でね、出るよというようになってますという感じですね。はい、ということで、じゃあ引いていってみましょう。とりあえずね、奪いに来いだけは、ちょっと違うのでお願いしますということでね。まあ、あと、確定枠以外でも1枚ぐらいね、出てくれたら嬉しいかなという感じでね。まあ、ちょっと前回の動画の、こちらのね、エピナギのサポカガチャ外しちゃった分、こっちのね、確定枠じゃないところで1枚回収できたらより嬉しいかなということでね、引いてみましょう。いきます。さあ、とりあえず1枠確定があるから、演出としてはね、確定演出みたいなの出る可能性もあると思うんですが、さあそこからね、確定枠以外でもあるかどうか、そこも楽しみにしつつ読み込み入る。開幕確定枠かな。おっと、イマジナリーフレンドゲット。ここは持ってなかったので、まあ、よしですね。まあ、できればね、ピナギのサポカ関連の方が期間限定だから、重ねたいと思ってるんだが、さあ、他にあるかどうか。さあ、もう一枚ラストに期待しましょう。頼む。確定枠のみでしたね。まあ、ただ、イマジナリーフレンドは未所持だったので、初ゲットできてよかったかなというとこですね。なるほどね。無凸のイマジナリーフレンドと、例えばレベル80の、死んでも勝つとか、ムカつき熱くなるって、どっち入れるか結構迷うんだよな。まあ、80のがさすがに使えるケースが多いのかなとも思うんだけど、ただね、新しいやつって結構、特殊能力とかが強かったりするからね。まあ、無凸レベル50の段階で、まあ、テクニックアップ 18%、ドリブルトレーニング、スペシャル練習率アップ 54%、常時テクニックアップ 4.4%、練習時スタミナアップ 12% と、いや、まあ、この時点で結構強いからね。
はい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 。まあまあまあ、とりあえずコレクションスキルも、いくつか発動しましたよと。まあでもやっぱ当面の目標としては練習カード2枚目を発動できる65っていうのが一つ目標ラインかなと思いますけどね。イマジナリーフレンドは、特殊能力については5-3で、金のコンセントレーション確定で発生してコンディションアウェイクニングか。イマジナリーフレンドシャープさんは、トレーニングトゥーザワールドでラストマッチ2戦目勝利後から、3戦目開始までの間トレーニングセーブザブルーロックではクライマックスバトル、2戦目勝利から3戦目の間トレーニングビギングザストライカーではストライカーズテスト2戦目から3戦目の間で確定発生と。で、このカードの、このイベントの発生時確定で3ターン延長だから、まあ、要するに最終、最後の練習のターンでね、2ターンあるんだけど、そこで3ターン延長入るから、少なくとも5ターン動けるし、5ターン動ける間にターン延長他のが入れば、さらに追加で7ターン延長できるから、まあ、そこでね、後半の伸びに期待できるよということですね。そしてイマジナリーフレンドにより発生するイベント、イマジナリーフレンド4の2発生時テクニック上昇プラス720のインスピレーションがいずれかの練習メニューカードに、付与されると。まあ、こういうやつがねどこにつくかによってかなり上振れするんだよね。で、ついたカードも、スペレクでね3人いる状態で拾えたりすると、かなり数字が跳ね上がったりはするんですけど、かなりそうなって、そういうのも含めるとね運ゲーの要素がやっぱ強いなぁとまあ最初から運ゲーの要素は強いんだけど、いろんな要素でね上振れが発生するようになるとよりね、その傾向は強くなるよなという感じですね。で、スペシャルサポートカードイマジナリーフレンドの、所持する練習メニューカード U の練習時確率で金スキルイマジナリーフレンドを獲得できる。まあでもそれはもっと先の話だからな。こっちじゃないか、こっちかな。スキル発動時の攻撃中に限り自身のテクニックと突破成功率を上げ、突破が成功した場合ボールを通常よりも大きく前に運ぶ。なるほど。はい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 。さらに練習、試合終了まで味方全体のパス成功率も少し上げるよと。なるほどね。いやー、貫突しないとね、ここに関しては関係ないところになってしまうわけだが、まあでもこれはね期間限定なわけではないから気長に待ってればいずれとは思うけどね。というところか。まあ、実際今自分で、どう育成するかってなったら、簡単に思い描けた人奪いに来いと、まあ、なんだかんだ覚醒なのかなって思ってるけど、まあ、覚醒よりムカつきやつになるがいいような気もするし、まあ、レベル70とはいえバローのやつもね結局強いんだよねこれ。だからキック育成結構3枚選ぶのも悩むは悩むとかね。まあスペレク 40% そうなんだよな。バローの場合固有が解放されてないからスペレク乗らないっていうのはちょっとあれだけど、まあ65は超えてるから、練習カードは2枚あるし、そうね、エクストラボーナス2段階とかも一応ついてるからなーとか思っちゃうんだけどね。まあでもやっぱ最後のやつでつく能力4つだからね、バローの場合。ジョージフィジアップ、ジョージキックアップ、フィジカルの固定ボーナスもついて、で、スペレクだからね。いや、やっぱ期間限定のやつって強えよなとか思っちゃうよね。簡単に思い描けたしもやっぱ固有まで発動させないと、スペレクつかないんだよな。そう、スペレクつくかつかないかって結構でかいから、期間限定系80までやっぱ後々になってね、もう手に入らなくなってからやっぱり欲しくなるところはあるよね。ここもやっぱスペレクは、固有につくんだもんね。スペレク 40% そうだよね。エクストラボーナス 65% とかその辺もでかいし、エピナギはね、期間限定だけど割とまあ映画とのコラボということでね、期間長いから、なるべくね、その間のゲリラ無料とかで重ねたいなと思ってたりはするんだけど、
まあなかなかね、その思いに反して他のやつが出てきたりするんだよね。そうだよなぁ。で、今回は選手の方は特に出なかったかなということですね。はい。ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いいよいしょ。